はい、どうも慢性腰痛専門整体院青葉院長の石島です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日はですね、そしたら、まず脊柱管狭窄症ですね、脊柱管狭窄症について、皆さんにお話ししていきたいと思います。はい、病院に行ってですね、いや腰が全然痛いんですよって言ってですね、病院に行って、皆さん、まあ、レントゲンであったりとか、MRI とか、あとは CT とかですね、まあ腰の画像をですね、撮るかなとは思うんですが、まあ、そんな時に、先生からね、よく言われる言葉があります。それがですね、あなたはですね、これ脊柱管狭窄症なんですね。で、これっていうのは、手術しないと治らないですって言われたりしますね。はい。脊柱管狭窄症ですね。はい、見えますでしょうか。大丈夫かな。はい。で、これがですね、まず皆さんに知っていただきたいのは、脊柱管狭窄症って、どんな病気なのかなっていうところを知ってほしいと思います。はい。まあ実際には、まあ先生にですね、腰のその背骨のところですよね、ここが狭まってるよぐらいにしかね言われないんですね。なので、まあ問いにもですね、この脊柱管狭窄症って言ってですね、まあ歩けない、痺れてる、力が入らないとかですね、いろいろな症状があって問いに来られるんですが、まあ大体皆さんですね、名前は知ってるけども、どういうふうになっていますかって聞いたらですね、よくわからないと言います。はい。で、私がですね、一番大事だと思うのは、皆さんがですね、しっかりと自分の腰の状態がしっかりと分かっていて、なんで痛みが出ているのかっていうのを知っていないと、自分の痛みっていうのは治らないと思っています。ですから、脊柱管狭窄症って何かなっていうのをですね、今日皆さんにお伝えしていこうと思います。めちゃめちゃ簡単に伝えます。はい。そしたらですね、まず背骨の絵を描いていきますね。はい、見えますでしょうかね。大丈夫かな。はい。まあ、これがですね、はい、背骨ですね。背骨。はい。人間っていうのはですね、首、胸、腰とですね、背骨がずっとこう積み木みたいにつながってるんですね。はい。で、これっていうのは24個あるんですね。首に7個、胸に12個、腰に5個。計算合ってるかな。12、7、19、24、24個ですね。はい。で、これが一つ一つ積み重なっているわけなんですね。この背骨がですね。はい。で、この間にあるのが、椎間板っていう言葉ですね。椎間板。椎間板っていう言葉。椎間板です。はい。はい、皆さん、椎間板っていうのは聞いたことありますか？ありますか？はい。椎間板っていうのはよくヘルニアっていう言葉聞くと思うんですけども、あれが椎間板、ヘルニア。まあ、今日は狭窄症の話なんで置いときます。はい。で、狭窄症っていうのは、この背骨の、こっちが頭側、こっちが背中側ですね。頭っていうか、お腹側っていうのか。こっちが背中側ですね。はい。で、基本的には、この神経ですね。赤いところ、ここの神経が狭まってしまう。はい。狭まってしまうことによって、痛みであったりとか、しびれであったりとか、あとは違和感とかですね、そういうものが出てきてしまうっていうのが、この脊柱管狭窄症ですね。はい。で、それがなぜ出るのかっていうところなんですが、まあ、それはですね、この骨がですね、骨が、例えばですね、この位置が少しおかしくなってですね、前に
出てしまった、まあ、よく滑り症とかですね、そういう話、言葉聞いたことあるかもしれませんが、この背骨がですね、ぐいっとこういうふうにずれてしまったりとかするとですね、ここの神経のホースがですね、狭くなってしまって、それで症状が痛みだったりしびれが出たりします。あとはここのですね、まあ、こういうふうに丸になってるんですね。こういう上から見たときですね、上から見たときにこういう丸いホースがあってですね、ここを締め付ける、こういうふうにぎゅーっと締め付けられることによって痛みであったりとかしびれが出るんですが、それっていうのはあとはですね、まあ、骨がずれるっていうところもありますし、あとは、まあ、覆ってるこの骨自体が少しですね変形してきてしまって、それによってまたこうギュッと狭まってしまう。あとはここにですね、靭帯が走ってるんですね。靭帯、まあ、靭帯というのは結構硬い繊維だったりするんですけども、それがですねだんだん、まあ、日頃の生活であったりとか、まあ、姿勢の崩れとかね、まあ、あとは腰に負担がかかっているとか、いろいろな要素があるんですが、それによってですねだんだんとその靭帯がですね分厚くなってきてしまう。最初薄かったんですけども、だんだん分厚くなってきて、それによってまたこの神経のホースをギューッと締め付けて、このしびれだったりとか痛みとか出てしまう。これが脊柱管狭窄症なんですね。はい。で、脊柱管狭窄症の特徴的な動きといえばですね、大体ですね皆さん言われるのが、歩いていたりとかするとですね、まあ、少し動いてたりするとだんだん痛みが強くなってきて歩けなくなってきてしまう。そして、少しですね座ったりとか休憩をすると徐々に症状が回復してまた歩けるようになる。これが脊柱管狭窄症で一番多い症状ですね。これはですね間欠性跛行って言います。字がね難しいんですね。間欠性跛行、はい。間欠性跛行ですね。はい、これが間欠性跛行って言います。はい、これがですね出たりすると、まあ、脊柱管狭窄症の疑いがあるというふうに言われたりします。はい、まあ、皆さん今日ですね、一応脊柱管狭窄症の、まあ、どういうふうになっているのかというところを説明させてもらいました。はい、で実際にですね皆さんが脊柱管狭窄症なのかどうかっていうところをね、調べるやり方っていうところを次回ですねお伝えしていこうと思います。はい、それではですね今日の動画はこれまでにしたいと思います。はい、そしたらですね今日の動画いいねと思ったらですねいいねボタンの方お願いいたします。あとはチャンネル登録の方ですね、こちらですねこちらの方に貼っておきますので、ぜひチャンネル登録をしていただいて、いろんな情報をですね配信していきますので、お見逃しないようにお願いいたします。あとはいろんなですね健康であったりとか腰痛に対するストレッチとかですね、どんどん動画を上げていきますので、皆さん自分のためにですねこれを見ていただいて、まあ、ガシガシやっていただいてですね、それで、まあ、治ればそれでよし、治らなかったらまた相談してもらってもよし、そしていろんな整体に行ってもよし、僕のところに来てもよし。はい、まあ、自分の原因が何かわからないとやっぱり治せませんから、まあ、しっかりとですね脊柱管狭窄症ってこういうもんなんだなと、今日分かっていただければそれでいいかなと思います。はい、それですね、この動画を終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。